バズマフ。お世話になっております。農林水産省広報室のタモリです。農林水産省のバズマフは、実は J リーグのシャレンとコラボしてファーマジスタという取り組みを行っております。この取り組みは、J リーグチームの農業への取り組みとか食育への取り組みっていうのを実際に取材して紹介させていただくというプロジェクトになります。今回なんですけれども、FC 町田ゼルビアさんとコラボさせていただいて、実際に今日試合があるんですけれども、その前に芋づるの会という、子どもたちに、農業体験をしてもらうというイベントの取材をさせていただきます。では早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日の作業なんですけども、スイートコーンを種まきします。あの元はあれなんです、うちのゼルビアの出身なの。それはね、だいたいそうそう、この格好を見てええと思ったら、うちの種別で、種別です。自分が植えたところに旗を立てて、収穫の時に実際に自分で収穫するっていうシステムです。で、雑草は取ってください。こうやって、こうやって取って、あ、これ雑草なんだ。うん、そうそうそう、みんな取れてます。根っこから、そうそうそう、これみんな、そんなミキサーみたいにしなくて、下から土を持ち上げる。そう、スイートコーンの種こんな感じです。これを3粒を人差し指第一関節ぐらいのところに入れて、これか、うん、エンドのサヤエンド。そんな絹さやいる？食べたことあんまないね。そうやってか、これを持って。持ってもらう。持って。じゃあ持ってあげる。じゃあ順番。そこそこそうそう。いけ。そこで。ちょっとさ、みんな。これは。こちゃんこちゃん、これはどうか。お子さんの頭ぐらいのところにたくさんなってますから。もうちょっと口をガッと開いて。いやー、素晴らしい、立派な。オッケー、上手。さやですね。このぐらい丸くなってる。丸くなってない。ああ、本当だ。ねね、プチって。これぐらい丸く。豆豆しくね、これが食べ方が。これは俺はね、毎朝ね、卵焼き、目玉焼きのとこのフライパンにそのままポーッと乗っけて、ね、うん、蓋して蒸して食べて、めっちゃ甘いね。この前いただきました、春で。あ、そう、あ、待って、これじゃない、ふくふくしてるやつ、丸くなってるやつ、めっちゃ大きい。こっちがスナップエンドウっていう、絹さやとに比べて中がぷっくりして、こっちスナップエンドウでこっち絹さやなんですけど、全然違うんですよ。小松菜はね、油中、ほうれん草は赤坂と小松菜です。やりたい、ここにギラリズムかい。水菜はね、これはね、今外国にいるんだけど、うん、あ、いった、はい、大丈夫、綺麗、はい、水菜です、はいはい、ありがとうございます。そうすると、そう、切り口を見て、ほらね、すごいでしょ。綺麗。綺麗でしょ。上手に取れましたね。うん、上手に取れた。ありがとうございます。はい、レタス。うわあ、立派な。これは何の？ノラボーナって。ノラボーナ。どの部分を食べる？つぼみの部分です。つぼみの部分。これ手で簡単に折れます。柔らかいところで。はいはいはい、茹でて、おひたしとか、なんか、ね、食べれば。そうなんだ。うん。苦みもなくて、甘くて、美味しいですよ。今日は、インドネシアのマンデリンというコーヒーを使います。どうも、頑張ろう。役立てる。よく触っても無理ぼく。え、いいよ。こっちだ。はい。なんか割れちゃうから気をつけてね。前からコーチとか選手の人たちと芋掘りをね、やったりして食べることって
ものはどうやってできてるってことをすごく重要視なさってた部分があって、根本がご一緒なのでね、食っていう考え方がトントンと進んでるね。そうですね。それで あちこちから市とか農協からも、いや実はゼルビさん探してるんで、探してるんだよっていう話があって、それだったらじゃあご一緒にねやってみようかっていうことで、子どもたちのね、やっぱり私もやっぱ子どもたちからやっぱ食っていうものを興味を持って、だから俺が芋づる会つけたら、そういういろんな人を巻き込んで、ここにだから地域の人材。会自体はどれぐらい前ですか？10年。10年とね、3、4、5、6、全然足ります。はい、ありがとうございます。実はですね、中学時代のチームメイトが今ズルビアでバリバリ働いているということで、 FC 町田ズルビアで地域振興、ホーム団活動を担当しております、小池万次郎と申します。タモリさんとは、中学校3年間ジネユース一緒にプレーしておりました。はい、はい、ありがとうございます。すいません、本日はありがとうございます。いやー、久々にね、元気そう。覚えてました、ね、もちろん。もちろん、タモちゃんといえば骨折の事件があったし、本当に3年間で、ね、はい、みんな、僕はだけど仲がいい印象があったので、はい、そうだから、もちろん。誇りですよ。いや、僕としては万次郎。いや僕としては万次郎が農林水産省、まさかここからね、やっぱしっかりと国とも絡んでいけるよ。はい、ここ使えないの。頑張ってください。これから応援に向かいます。これからゼルビア応援します。スタジアムグルメは町田野菜のビビンバです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。農業体験の方も、はい、試合の方も参加させていただきました。はい、楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったですか？あ、楽しかったです。よかったです。はい、ありがとうございました。はい、まあ、芋づるの会というのを何年かやられてると思うんですけれども、最初にこのやろうと思ったきっかけというか経緯みたいなのをお伺いできればなと思っております、はい。まあ、スポーツ、サッカーを得意としている中でもやっぱり、この町田という町で、ホームタウンとしている中で、はい、まあ、地域の子どもたちだったりとか、はい、あと子育てされている親御さんに、はい、やっぱりこの町の魅力をいろいろとこう知っていただきたかったりですとか、はい、子どもたちがこうのびのびと成長していく過程の中で、はい、いろいろなこう触れ合いの場を作っていきたいっていう中で、はい、やっぱりこう食っていうところはやっぱクラブ選手たちもすごく大切にしているところですし、はい、まあ、クラブとしてもその食っていうところが一つポイントにできると、いろいろなこう体験だったりとかっていうのをできるんではないかというところの中で、まあ、地元の農家さんだったりですとか、はい、いろいろな方にご協力をしていただいて、うん、芋づるの会っていうものをスタートして、はい、我々が得意としていることだったり地域の方々が得意としていることをいろいろとこうつなぎ合わせていくっていうところの中で体験を楽しんでいただいてますね。はい、今後、芋づるの会を通じて、はい、まあ、町田市、町田ゼルビアとしてどういうふうにしていきたいっていうのをお伺いできるか、はい、そうですね、あの芋づるの会ありがたいことに、参加者を募集するとあっという間にこう定員に達してっていうようなところが続いているんですけれども、はい、そういった中でも毎回こう初めて、この芋づるの会に参加していただく方とかっていうのも多くいらっしゃるので、もう本当にリピーターの方々ももちろんなんですけど、本当に町田に、住んでるいろいろな親子の方々にこの芋づるの会で自由にこう脳と、接する機会を持っていただいて、
まあ、あの我々 FC 町田ゼルビアのホームゲーム開催日にあのこうやって今日みたいに、やっているケースもあるので、まあ、最終的にまたスタジアムにも足を運んでいただいて、はい、まあ、町田の農業の魅力とスポーツの魅力と、っていうのをこう感じていただける機会をどんどんこれからも増やしていきたいなと思ってますね。はい、はい、かつてのチームメイトです。クラブ OB です。クラブ OB です。はい、ありがとうございます。はい、これもあの一応、はい、私物で中学生時代の服だったんです。ありがたい、大切に、はい、見事いただいてるところが見事着れる。成長していない。はい、また、はい、ぜひ、はい、スタジアムに来てください。もう個人的に応援しに、はい、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。